自然発生説とは、生物が親なしで無生物から一挙に生まれることがあるとする、生命の起源に関する説の一つである、偶然発生説とも呼ばれる。一般に、アリストテレスが初めに提唱し、以降長きにわたり広く信じられてきた。17世紀のフランチェスコレディによる対象実験を皮切りに、自然発生説を否定する、科学的実証が始まり、19世紀のルイパスツールの、 実験によって、ほぼ完全に否定された。紀元前4世紀頃のアリストテレスは、様々な動物の出産の様子なども観察した人物であるが、彼は、多種多様な生物をじっくりと観察した結果、生物の中には、親の体からではなく、物質から一挙に生まれるものがある、と判断し、次著、動物史や動物発生論において、 多数の動物を自然発生するものとして記述した。例えば、ミツバチやホタルは草の土からも生まれ、ウナギエビタコイカなどは海底の泥から生まれる、と記述した。アリストテレスのこれらの観察は、ルネサンス期まで疑えなく、人々に受け入れられていた。なお、アリストテレスは、生命の発生には次のようなプロセスがあるとしていた。生命の元となる。 生命の廃種が世界に広がっている。この生命の廃種が物質を組織して生命を形作る。これは廃種説とも呼ばれる。その発想の根底には人間が日常的に慣れ親しんでいる種、種子からの類推、アナロジーがある。近代の科学者らはこの考え方を正規論というカテゴリーに分類した。なお、日本語でも某フラが湧くとか、 うじが湧くなどと表現するわけで、その表現には古来人々が自然発生を暗黙のうちに認めていたことが伺える。ヤンファンヘルモントは17世紀に以下の条件で実験を行った。小麦の粒と汗で汚れたシャツに油と牛乳を垂らす。それを壺に入れ倉庫に放置する。初0日ネズミが自然発生する。現代でこそ一生に付される実験ではあるが、 当時有名な科学者、医学者及び錬金術師であった彼の実験は、大いに自然発生説論者を勇気づけたとされる。さらに、錬金術的な人工生命の実験として、最も有名なものがパラケルスによるホムンクルスの作成である。他にもカエル、ウナギなどの自然発生の実験も行っている。自然発生説否定の歴史はその多くが実験によるものであった。これは、 まず記載を重視する生物学の歴史の中では特筆すべき側面である。しかし、レイウェンフックの発見した微生物によりその完全否定には困難を極めることとなった。肉眼で確認できる生物の自然発生を否定するのは難しくないが相手が微生物ではその実験結果を否定する反論や霊証を挙げるのは難しいのである。しかしさらにそれらを否定することで 自然発生説はより強く否定されていった。また自然発生説否定の実験は食品の保存に関する知見に非常に深い影響を与えた。レティの実験の再現図まずはじめに自然発生説を否定する実験を行ったのは17世紀イタリアのフランチェスコレディであった。彼の実験は科学の基礎である対象実験の概念をもたらしたという点で画期的なものであった。 二つの瓶の中に魚の死体を入れる。一方の瓶は蓋をせず、もう一方の瓶は布で覆って蓋をする。そのまま数日間放置する。結果、蓋をしなかった瓶にはウジが湧くが、蓋をした瓶にはウジは湧かなかった。これはガーゼによってハエが肉に卵を産みつけられないようにすることで、ハエがたからない肉片にはウジが自然発生しないということを証明したものであった。 ただし、あくまで宇治やハエに関する自然発生だけを否定したのであり、彼自身は生命は卵から生じる、寄生虫は自然発生するとしていた。しかし、このような方法で自然発生説を否定することが可能であることに同を開き、安易に自然発生説を肯定すること話されなくなった点では大きな前進であるとされ、これ以降、 大型生物についての自然発生論は下火となった。ところが1672年にレイウェンフックによって微生物が発見された。当然のようにこの微生物が肉中に現れる現象を自然発生の例象とする論が現れた。特にニーガムは1745年に論文を表し、その中で高温処理した。 密閉容器においても微生物が発生する現象を論じ自然発生説を主張した有機物溶液中における微生物の自然発生の否定はイタリアの動物学者ラザロスパランツァーニに,によって実験された彼の行った実験は非常に単純でというものであった微生物の発生を抑止するには加熱以外に有機物溶液を外気に触れさせないという彼の主張が あったが、これはという論拠が根底にあった。加熱及び有機物溶液を外気に触れさせない、いわゆる溶接密閉法の技術を考案し、ガラス瓶を用いて以下の実験を行った。フラスコ内の有機物溶液を加熱した後、金属でフラスコの口の溶接密閉を行う、長期間保存しても微生物は現れない。フラスコ壁面に、 微小な亀裂を生じると微生物が発生する。結果、微生物を永久に有機物溶液内に発生させないようにするには、溶液を加熱した後、容器を溶接密閉した状態に保つ、とした。スパランツァニのこれらの実験は、滅菌という概念を生じ、自然発生説の否定は愚か、食品の保存に関する方法について、重大な影響を与えた。 後にニコラー・ペールによって缶詰法が開発された。しかしながら以上の実験に対してニーダムなど自然発生論者は以下のように反論した。つまり、ここで自然発生説否定派に対して培地に新鮮な空気を供給しつつ、それでも微生物は発生しないことを示すことが求められたのである。パスツールがこの実験を行った理由は、 有機物溶液の変化と微生物の増殖に因果関係があることを証明するためであった。すなわち、微生物が増殖せず、有機物溶液に変化が見られなければ、蒸気の命題を証明できる。パスツールが初めに行った実験は、という実験であった。この実験では微生物の増殖は見られなかったが、これは、面火薬に微生物がトラップされたことによる。事実、面火薬を、 有機物溶液に入れると微生物の増殖が見られた。さらに、加熱せずに空気を通した上で微生物をトラップする。実験を行うために考え出されたのが有名な白鳥の首フラスコ実験である。フラスコ内に有機物溶液を入れる。フラスコの口を加熱して長く伸ばし、下方に湾曲させた口を作る。フラスコを加熱し、細い口からしばらく蒸気が噴き出すようにする。 この白鳥の首フラスコをしばらく放置しても微生物の増殖は見られなかった。このフラスコの首を折る、あるいは無菌の有機物溶液を微生物をトラップさせた首の部分に浸し、それをフラスコ内に戻すと微生物の増殖が見られる。これは、非加熱の空気の交換を行うが、微生物の増殖が見られないという点で、極めて説得力ある。 自然発生説否定の実験であった。これを元にして1861年、パスツールは論文、自然発生説の検討を表した。ちなみに、このような微生物が生育できる条件を保ちつつ、外部の微生物が入らない条件を作るのは、微生物の純粋培養における要求であり、微生物研究の基礎である。現在では、培養船などがこの機能を果たしている。 マスツールの実験によって自然発生説はほぼ否定されたとするのが一般的だがそれでも自然発生論者は星草の抽出液を用いた同様の実験では微生物が増殖することを反証に挙げたイギリスの物理学者ジョン・ティンガルは蒸気の星草の抽出液には従来の加熱法では殺菌することができない耐熱性を有した状態をそれらの菌が取ると仮定した そのため、星草の抽出液を5.5時間射沸し、それでもなお一部の菌が生産することを観察した。また、その菌が熱に弱い状態を取ることもあることも同時に観察した。結果、星草抽出液から分離される菌は耐熱性に富んだ状態を取ることを明らかにした。これは、ある種のグラム陽性菌が画法の状態をとっていると現在では証明されている。画法は、 ドイツの細菌学者、フェルディナント・コーンによって発見され、耐熱性を有することが示された。なお、このため、現在では、滅菌にはオートクレイブが使用される。なお、パスツールが、自然発生説に反対したのは、蒸気の実験だけによるものではない。以下のような観察事実についても述べている。フラスコに入れて煮沸した肉汁などを放置すると、微生物が発生するが、 蓋を開ける時間を短時間にした場合、フラスコによって異なる微生物が出現することがある。もしも気体の成分が原因となって自然発生したのであれば、どの瓶からも等しく多種類の微生物が出現するはずであり、蒸気のような観察結果は空中に様々な微生物の元になる粒子が浮いていて、そのどれかがフラスコ内に入り込んだためと考えた方が良い。つまり、 短時間しか蓋を開けない場合、そのうちの限られたものだけが入ることができるため、瓶によって出現する種が異なるという結果が出る。ありがとうございます。